今回は海外で話題のマイクラで最もリアルなバックルームモッドをプレイしていきます。どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、マイクラやってますか？突然ですけど、皆さんはバックルームを知っていますか？バックルームは海外の掲示板から生まれた都市伝説で、ゲームの裏世界のような世界です。バックルームには階層が存在し、階層ごとに様々なエリアがあります。海外の YouTuber スペースポテトさんはマイクラで最もリアルなバックルームモッドを作りました。このモッドでは3つのエリアが存在しており、今回は脱出を目指して実際にバックルームの世界に入っていきましょう。ということで、バックルームの世界にやってきました。本当に迷い込んだみたいな感じになってる。で、このバックルームには、レベル1、レベル2、レベル3の3つのバックルームが存在して、でレベル3の先にゴールがあるらしいんですけど、まずは、第1のバックルームを抜けるために必要なのが、ランタンをね、見つける必要があります。で、ランタンを見つけることで、レベル2に行くことができるという風な感じになってます。まあ、なので、まずは、ランタンがね、あるお部屋を探していきましょう。これは、なんだ、バックルーム拾うことができました。多分このバックルーム内で食べるためのご飯みたいな役割でしょうかね。ちょっと一旦この辺ぐるぐるして何があるか見つつ、大きい部屋にランタンが置いてあるみたいなことを書いてありました。果たして大きい部屋がどれなんだろうね。いやー、ちょっとこれもう僕がどこから来たかわからないもん。最初のスタート位置どこだっけ？この辺な気がするけど、いや、わかんないな。これこそがバックルームの怖いところであり、バックルームの真骨頂。お、なんかバグったぞ今。ちょっとお腹がす、何の音これ？なんか洞窟近くにあるのかな？ちょっとさ、音の鳴った方向向かってみましょうか。で、お腹ちょっと空いたんで、バックシュルーム実際食べてみよう。あ、食べれた。普通にこれは食料として機能するっぽいです。オッケー、よかった。とりあえず食べ物があれば、なんとかね、人は生きていけるので、この食べ物を頼りにしつつ、ランタンの部屋を探していきましょう。あ、なんか広い空間がある。なんだこれ？なんか、あるぞ。で、上も同じバックルームみたいなものが広がってます。あ、焚き火だ。これはなんか使えるのか？あ、焚き火壊せました。あ、木炭ゲット。絶対なんか違う気がするけど、壊しちゃいけなかったもしかして。いや、ランタン代わりに使えたらよかったんだけどな。ランタン王の部屋がわからない。あ、なんかある。あ、こっちにもなんかある。ちょっと一旦まずこの木の何か、船みたい、ちょっと。これでなんかあるのか、これは。あるって感じじゃなさそう。この木とかは、あ、壊せる。本来の遊び方で合ってるのか、この木を集めるっていうのは。おお、びっくりした。やばいやばいやばい。なんか追いかけてきた。やばいやばいやばい。これなんだ？こんな聞いてないぞ、僕。ちょっと待って待って待って。どうやって逃げればいい、これ。やばい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 。なんか倒し方ないのか、みんな。なんかないの、これ。やばい。ちょっとなんか状況がわかんないわかんない。すごい追いかけてきてる。鳥肌がやばいね、今。やばい。いや、まだ来てますね。なんとか、これ負けないの、これ。巻くか壊すか。巻いたか？今何が起きたんだ？こんな、お化けが出てくることあるの？何だったんだ今の。めっちゃびっくりした今。ちょっと話変わってくるぞ。怖くなってくるからやめて、そういうの出すと。なんかさ、この船みたいなやつ、他にもあったよね。あ、上もある。で、なんか空が見えてるね、ここ。脱出できちゃってるんですけど、この木をさ、うまく使って脱出目指していこうか。あ、壊せない。お、何の音？なんか楽しそう。なんか、超受けてる。あ、そんな面白かった？僕の行動。ここ、呪われてない？ここ来た瞬間、すごいなんか来るんだけど。ちらほらと、見たことない部屋はありますけど。あ、なんかバグってる。こっちからさ、この上の階行けないの？あ、行ける。ここにランタンありました。これが多分、必要なランタンだよね。レベル2で。あ、ここにもあった。ランタン2個ゲット。いいね。これで、もうレベル2のところに行けるんじゃないか。ただレベル2のね、場所がわかんないんだよね。あ、え、ドアだ。これがレベル2のドア。あ、違う。2階に行くためのドアがあるんだ。ジャンプで行けそうだけど。さて、レベル2は、果たしてどこにあるんだ？やばい、画面が。これもバックルームか。ちょっとこのまま、反対の家とかある。あ、ここにもランタンあります。これむずいな。はい、ランタンゲット。ちょっとこのまま探索して、レベル2探していきましょう。ということで、かなり探し回って、やっとレベル2らしき空間見つけることができました。いや、マジで長かった。ここからね、こう闇に行くと、あ、こうやって食らうんですよ。だから、ライトをここで使うと。ここでね、無事、通り抜けて、レベル3へと繋がる階段をね、見つけることができれば、無事、抜けれるんですが、なんかいたね、今。知らないふりしよう。ま、一瞬、めっちゃゾッとしたわ。なんかこっち見てなかった、今。おー、いらっしゃる、これ。ちょっと知らないふりして、ちょっと、あー、そうだ。ご飯食べれないんだった。一瞬ピュってやって、こう、ピュってやるか、これ。ちょっとご飯が足りないんで、攻撃されたら走れないよ。ちょっと何事もなく、通り抜けたいんだけど、ああいうやつがいるってことが分かっちゃうと、ちゃんとクリアリングしていかないとダメじゃん。バロラント始まるよ、これ。いるんじゃない？これ出るんじゃない？大丈夫？ちょっとね、
本当にこういう角はちゃんと見とかないと、こうしっかりクリアリングしてね。で、ちゃんとフェイスライン、ヘッドライン合わせて。お、何ダメージこれ。あ、置いちゃった。あ、なんかいた今。すごい楽しそうだった今。大丈夫か？追いかけてられるんじゃない？と。あ、めっちゃ見てる。こんにちは。あ、そういうつもりじゃないんですよ、僕。と、見ないふりして、こう行く？あ、見てないよ。オッケーオッケー。あ、めっちゃ見てる。みんな、助けてくれ。こっから動けない。ちょっとこれで見てみよっか。あ、いる。どうしよう。めちゃめちゃいるんですけど。ちょっとこのままさ、うまい具合に使って。あ、死んだ？え？なんか死んだ。なんか攻略しました。うまい具合に背中向いてやってたら余裕だったわ、なんか。イージー。あとは、こっからね、プールルームにつながる階段を探せばいいんですが。やばい。なんか顔あった。来てるか、あいつ。あー、なんかまたいる。いっぱいいるじゃん。全員揃ってきたね。ちょっとさ、うまい具合にこう避けて、プールの音がしたら、次の階層への、レベル3の道が近いっていう証です。これもね、ランダム生成だから、だいぶ頑張って探さないとダメかも。裏で移動してて全然取れてなかったんですけど、水音めっちゃして、その方向向かったら、プールへの入り口が開きました。ここからはシェーダーもね、切り替えていきます。おー！すごい。めっちゃリアルになってる。ことで、レベル3、プールに来ました。ここから出口を探すっていう風な感じになってます。すごいな。また上のバックルームとは別世界だ、これ。全然。なんかこういうさ、ゲームあったよね。このプールを題材にしたゲームがなんか出てて、それがマイクラの世界で再現されてます。まあ、これもこれで出口がわかんねえ。なんか風の音がして、それを頼りに出口を見つけることができるらしいです。だからだいぶここも探検しないといけないですね。シェーダー変えてこれなんですけど、さっきまで使ってたバックルームシェーダーに戻すと、こんな感じになってます。なんかこっちの方が落ち着いてついてるというか、ちょっと暗い雰囲気ですね。ちょっとこっちでやっていこうか。こっちの方が見やすいわ。あ、すごい。リアルタイムでトンネルが掘られてってる。果たして、こっから僕は出ることはできるんでしょうか？お、すごい。なんか、全然違うプールが出てきた。入ってみよう。おー。水のなんか、屈折みたいな。それもリアルですね。これなんだこれ。腰を洗うプールみたいなのありますけど、これ。今の子供たちわかんないか。めっちゃ鳴ってる。なんか、30分ぐらい、うろちょろしてたんですけど、急に風の音が聞こえ始めた。あ、消えた。え、どうしよう、大丈夫かこれ。こっちの方向に行けば、あると思うんだけど。これだ。ついに、見つけました。この階段がね、外の世界に通じる階段です。いや、ちょっと、苦しかった。1個目、2個目はね、なんか怖いの出てきたりとかして、変化があったんですが、マジ単純にこの水のプールのトンネルだったからね、割と、苦しかったです、これ。じゃあ、ちょっとさっきは下がったけど、今度上に上がって、上に行けば、ついに、このバックルームの世界から、出れる。これいけるか？ちょっとご飯食べないと走れなくないかこれ。ここでご飯が食べれない弊害が出てくるか。あ、食べれた。これで走れるようになった。行きます。ついに、バックルームとお別れの時です。マジで長かった。行きます。はい。ジュン、落ちるんかい。やばい。死ぬかも。ああということで、さすがに心が折れたので、最後の結末は皆さんの目で確認してみてください。この動画いいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。